まあ非常に去年は、主催者展示の部分で頑張ってですね、まあ幸いにも我々には非常に、有効的な支援者サポーターという方がいろいろいらっしゃってくれたんで、まあそのネットワークを駆使してですね、イタリアのラリカのヒストリー、ランチャフルビア、それからフィアットの131アバルトラリー、ランチャストラトス、ランチャラリー037、まあこれが全てですねワークスカー、まさに WRC ラリー界の頂点を走った車たちが日本に現存しているということで、まあ、その4台を集めることができ、まあ非常に好評を呼びました。で今年ももちろん主催者展示頑張ります。我々のモットー、まあオートモビルカウンシルのモットーはですね、まあ、クラシックミーツモダンということがまあ大テーマであって、自動車をまあ文脈で見せること、つまりヘリテージ大切にしましょうと。で現在っていうのはそのヘリテージの延長線上にあるんだと、ここの文脈を表現することによって自動車のカルチャーっていうものをまあ後世に伝えていきたいということでやっています。主催者展示に関してもやはりそういったある年代の熱さであったりとか、ある車がいた時代の空気感みたいなものを伝えたいなということをいつも思いながら車選びをするわけですけれど、2022年今年については今度は DTM ドイツスポーツカー選手権というものにスポットライトを当てようと思ってます。 DTM はですね、ドイツのツーリングカー選手権ではありますけれど、もう世界の F1 ドライバーをはじめとするツーリングカーの図解の名手も含めてね、まあ、トップドライバーが集まり、メーカーもドイツ以外、ドイツの御三家、BMW、アウディ、メルセデス、この3社が非常に激甚なバトル、デッドヒートを続けてきたレースではあったんですけれど、まあ、それ以外にも例えばフォードが出ていたり、後期にはアルファロメオが登場したりとか、世界選手権並みの人気を誇りました。まあやはりそのツーリングカーというのはやはり非常に市販車に近い形ですし、まあその市販車の形に近いフォルムを持った車の中はやはりメーカーが一心をかけて開発した最新鋭のメカニズムが、まあ当然レギュレーションがあるんですけど、まあまさに当時の一番レースの根源的な魅力を持つ戦いの場でした。しかもこの DTM に出るためにメーカーはホモロゲーションモデルとして公道を走るレーサー、ロードゴーイングレーサーみたいなモデルも開発した時代でもあり、自動車界全体がですね、非常に盛り上がった時代であって、その時代をある意味象徴する存在として今回は DTM を選びます。もう一つ主催者展示は考えていて、テーマは単純明快にスーパーカーです。今やスーパーカー世代の人々が自動車好きのまさに中心位置にいて、まあ、もちろん漫画をね、きっかけに非常にスーパーカーというカテゴリーが盛り上がっていた、人気が高まっていたという部分はあるんですけれど、実はそのスーパーカーっていうのは自動車史の上から見ても非常に重要な存在であって、スピードに対する憧れ、あるいはその美しいフォルムに対する憧れ、自動車がやはり魅力としていくつも持つ側面をかなりレベルアップした、これがスーパーカーという存在でした。中でもやはりそのフェラーリはフェラーリ、マセラティはマセラティ、
ランボルギーニはランボルギーニっていう企業の企業あるいはそのブランドだメーカーの特質がやっぱり最も現れやすいものとしてスーパーカーは存在してます。例えばフェラーリはランボルギーニに比べると創業者エンゾ・フェラーリの、まあ、思想信念もあって、ちょっとコンサバティブな一面がありましたし、逆に言うとランボルギーニはそのアンチテーゼとして生まれたブランドなんで非常にアグレッシブな設計思想を持っていたり、いずれにしようその当時のメーカーが持ってる最高のメカニズム、それからその当時のカロッツェリアたちが、まあ、最高のデザインを提供した、それを改めて振り返るのも非常に興味深いこと、そう思って今回はスーパーカーも、主催者展示としてご用意いたします。皆さんぜひ4月の15日16日17日3日間幕張メッセで開催されますので、ぜひ現場にお越しください。待ってます。たまにですけれどある人から誘われてですね、ゴルフクラブを振るようになってます。でこれは昔実はやってて合わないなと思ってやめたんですけれど、もう一回、復活させてます。結構やっぱりやればやるで本気になるタイプなんで、結構楽しみの一つになってきてるかな。半日かけて、気の合う仲間と、長時間プレイしながら過ごすっていうのはまあ楽しいですし、まあ下手くそなんで、人よりたくさん打つんですけれど、でもまあそれをねだから許してくれる仲間たちとやるゴルフは楽しいと思うし、これからも続けていこうかなって。これはね今まで、どちらかというとゴルフを敬遠してきた自分にとっては新しい発見でしたね。